アブドラ・アブドラ、アブドゥラ・アブドゥッターは、アフガニスタンの政治家。現在、国家和解公投票議会議長であり、ターリバーンとの和平交渉を担当している。行政長官、外相を歴任。最大、一難三条を有する。パシュトゥー語、英語、アラビア語を話す。カーブル出身。アブドラによると、両親はカーブル出身で、父はパシュトゥン人、母は、 タジク人だった。父は、首相府の土地監査部に勤務していたため、幼少の頃は父に連れられ、カーブルカンダハールパンジシールを転々とした。1976年に、カーブルのギムラジウム、ナディラを卒業し、1977年、カーブル医科大学に入学し眼科を専攻。1983年に大学を卒業し、博士号を取得する。 1984年から1986年まで、ヌール眼科専門病院とカーブル病院で医師として働く。また、1984年末に、ムジャーヒディムに参加した。1985年9月には、パンジシール教国の主任医師となり、アフマドシャーマスードの支配地の保健局長を務めた。1986年のムハンマド・ナジーブラーによる、 共産政権樹立による混乱に伴い、アフガニスタンを離れ、パキスタンペシャーワルの病院で医師として働いた。ジョン・ケリーと会談するアブドラ、ガニー1992年のナジーブラ、政権崩壊後に、ブルハヌー・ヌティン・ラッパーニー大統領の報道関係外務次官に就任した。1990年代中盤からは、北部同盟の外務大臣を務めた。 2001年12月、ボンで開かれた多軸人の会議において、ハーミド・カルザイ暫定政権の外務大臣として承認され、2004年に正式な政府が発足した際に留任し、2006年まで務めた。カルザイ政権が進めるターリーバーンとの和解や、武装放棄した一部のターリーバーンの政治参加については一貫して反対しており、 対話ではターリバーンを再び勢いづかせるだけだと述べている。2006年6月にマスード財団の事務局長に就任。医療、教育、農業などの分野で国内の人道支援を行った。2009年1月、アメリカ合衆国を訪問した際、バラク・オバマはカルザイの4人の後継者を面接した。彼はその一人だと評された。野党。 アフガニスタン国民戦線から大統領選に出馬。8月20日の投票では30%を得票し、カルザイの有力な対抗馬となった。長期間の紛争の末、投票7日前の11月1日に立候補を取り下げた。大統領選後、アブドラはカルザイに対抗するための野党連合、アフガニスタン国民連合を結成し、2010年9月18日の、 アフガニスタン国民議会選挙では249議席中90議席を獲得し野党第一党に躍進した。2014年アフガニスタン大統領選挙に立候補。2014年9月29日、アシュラフガニーがアフガニスタン第二外大,大統領に就任し、大統領選の決選投票で敗れたアブドラも首相格の行政長官に就任した。 2019年9月28日に執行された大統領選挙は2020年2月18日に選挙管理委員会が結果を確定させ得票率50.64%のガニーの再選が決定したがアブドラは選挙結果を認めず同年3月9日にガニーが2期目の就任宣誓を行った数分後にアブドラも独自に大統領就任宣誓を行うなどガニーの2期目は 波乱のスタートとなった。5月17日にガニーと新政権樹立で合意し、権限を両者で分け合うこととしたほか、アブドラは新設される国家和解公投評議会の議長に就任し、ターリバーンとの和平交渉を主導することとなった。ありがとうございます。